今回紹介するシューズはゲルバースト20スです。ゲルバーストシリーズが発売して20年目となる節目のシューズです。初代ゲルバーストが発売されたのは1997年です。1990年代を代表するバスケットボールシューズといえば、社会現象を巻き起こすほどのシューズ、スーパースターのマイケル・ジョーダンが着用したナイキのジョーダンシリーズです。この頃のアシックスシューズといえば、今なお愛されるシューズ、ポイントゲッターやジャパンエルなどが主力でした。日本ブランドとして何か新しい提案ができないか考える中、バッグにシューズサンプルを詰め込み、神戸市内の高校のバスケットボール部を訪ね、そこで暑い中一生懸命練習に励むプレイヤーに発信するメッセージはないだろうかと考えていると、バースト、弾ける汗というアグレッシブな言葉がゲルバーストの名前の由来です。初代ゲルバーストですが、通気性、ダッシュ性、軽量性に優れていたため、たちまち大ヒット。1999年に発売されたゲルバースト3は、この年のインターハイで使用率約 65% を記録。2001年に発売されたゲルバースト SP2 は、2001年度のグッドデザイン賞を受賞しました。2013年に発売されたゲルバースト RS から、現在では数多くの選手が使用するユーロステップに対応するソールになっております。話がそれましたが、早速ゲルバースト20スの紹介をしたいと思います。今回のゲルバースト20スは、今までゲルフープやトライフォースにしかなかった3ウィズになり、今までレギュラータイプのみの発売でしたが、新たにスリムタイプ、ワイドタイプが仲間入りを果たしました。アッパーとベロが一体化になっており、さらに EVA パッドが優れたフィット性を実現、快適な履き心地となっております。かかと部にはエクストラヒールカウンターを搭載、内側より外側を高くすることにより、ドライブ時の外側への倒れ込みを抑制します。ソールはシューズ外側から内側に向かって斜め前方向に伸び、母指球方向へスムーズな体重移動を可能としており、さらにソールを同心円状にすることにより縦横の動きをサポートしております。アッパーのメッシュ部分には合成樹脂フィルムを熱圧着することにより耐久性と軽量性を発揮しております。進化し続けるゲルバースト、ゲルバーストにバスケの歴史ある。ということで、ご視聴ありがとうございました。